演武開演。どうも、本日はこちら、笑顔の青汁満載というものを食べたいと、じゃなく飲みたいと思います。青汁を食べるって、まあ料理に使えばその一つでもいいんでしょうけど、ちょうどこの形ということは中身は粉末でした。ではお水を入れて混ぜていきます。今回はお水にしていきます。混ぜ終わりましたので飲んでみます。しかも飲みやすいですね。青汁としての青臭さはほとんどなく、ちょっと水が多かったのかなという気もしますが、まろやかな風味でとっても美味しい、飲みやすいです。これで体にいいなら嬉しいです。あ、中にはこんなものも、あと一緒にこんなものもついてきました。この青汁のアレンジレシピも掲載されています。これも参考になりますね。ホケーキに使えるってことはあれにも使えるのかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。